どうも、エルザレットです。それじゃあ、トエムやっていきたいと思います。さっさ。前回ね、サングラスもらったんでね。どっちし。夜化け見ながらやっていきますか。あれ？プンプンしてる。プンプン止まんないね。はぁーって。少し頭を冷やそう。偉いね。頭冷やそうとするのは偉い。ヒヒーン、馬なんだ。俺の先生の姿を突き止めてくれないか。自分では覚えてないんだけど、美しい動物だったって聞いたんだ。おばか、オス馬か、何かだったらしい。まあ、オス馬ですよね。まあ、じゃあ、原因突き止めてあげるの大事なんだね。お、ここにもいるじゃん。うわぁ、どうしてなんだ。もう人生でやることは全てやった。そろそろ俺たち幽霊が成仏してもいいだろう。俺たち幽霊は人知れずたくさんの手伝いをしてきたんだ。今度は俺たちが助けられる番だろう。急にどうした？すんごい、すんごい体曲がってるけど。で？助けられる番、なんか成仏させる方法があるってことなのかな？あ、君はてか、なんかすごいハエっぽい。飛んでる姿見たらちょっとハエっぽい。空飛ぶタット。まあまあ、こっち来た、こっち来たで正解っぽいですな。あ、なんか光ってる。なるほど、このキラキラしてる人たちはそういうことか。あーはーはー。サングラスを笑ってくれ。はーい。頭を冷やす。トロフィーの写真もな。なるほど。あ、お化けいた。わあ。ああ、かっこいいサングラスね。コップの中の靴下ってゲームしない？あー、やります。レッツシャッフル。あ、なるほど。この靴下そういうことか。はい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 、いいんすか、いいんすか、もう、うい、正解、濡れた靴下。いつまでもびしょ濡れの靴下臭いだろうな。うーん、靴下がなくなっちゃったからどうしよっかな。そうだ、次はもっと難しくするわ。はいはい、また遊びたくなったら戻ってきてね。はい、あ、また来てくれたの。コップの中の石ってゲームしない？やります。レッツシャッフル。BGM いいね。ほいほい。ほい。また真ん中かい。はい。わあ、すごいわね。でもこれならどうかしら？はい。はい。結局、真ん中なんすよ。わあ、すごいわね。でもこれならどうかしら？お、右側に行った。って思うでしょ？真ん中です。これでもわかるなんて信じられないわ。あなた、真の名人ね。わあ、ああ、こんな感じで成仏するんだ。ポップの名人。どうしよっかな。そもそもスタンプがさ、何個出てくんのかわかんないから。ねえ。結構多そうな感じはするけど、まあ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 。写真を見せて、森の番に、これ、ちなみに、うん。関係ない。え、じゃあ、はい。関係ないんすか？
また今度ね。はーい。あ、ちゃ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 。離して。ちょっと待って。両足分あったの？なくしたの片方だったから、もう片方は君にあげるよ。ええー、ちょっと臭いって書いてある。じゃあ、格好。これでみんなハッピーだね。そうなるとは思わんかったな。どうしよう。あ、スタンプだしな。あ、あしゃり。おお、そうなる。顔靴下だもんね。あ、ちゃんと靴下も4つになってるね。森の探検隊。あ、もしかしてそういうこと？そういうことじゃない？どうだ？うん。あ、違うんだ。違うのか。ガールスカウトとかのことなのかなと思ったけど、違うみたいだね。いいな、いいな、バーベキュー、いいな、いや、バーベキューしてえな。ん？なんかすごい変な音する。はあ、消えた。いや、なんか生えた。なんか生えた。あ、でも、ああ、そういう感じか。ちゃんと入ってないと、かわいいわ。ああ。そうだね。なんかタイトルが入ったりするとっていう感じなのかな。どうも。ファイアルビョーナルナのキャンペーンようこそ。はい。私はここのリーダーなの。仕事は完璧にこなしてるよ。人助けがしたいって顔してるね。スカートに一にならない？なります。やったー。とっても嬉しいよ。これが最初の任務だよ。でもその前に、団員、全員集合。今日、私たちは特別な任務のため集まりました。でも大丈夫。私たちはチームなのです。そして、チームは何があってもお互いに助け合うもの。現在の私たちの任務は、フォト料理本を完成させることです。新しいメンバーが残りの写真を集めてくれます。その任務は果たし、スカートの一員になるのにふさわしいことを証明してください。では、解散。え、パシリですか？帰りどうした？なんでもありません。何をしていいかがまだ分かってないんでね。あ、ちょっと待った。かわいいね。クマさんだ。え？じゃあ、こっち多分、あれだね。ホテルの写真撮るだ、望遠台っていうか。お。はい。まあ、売ってきませんよね。あ、映ってる、映ってる。はい。しましまキノコはどこだろう？しまし、あったあったあった、あるじゃん。あれでも。え、これじゃないの？これしましまキノコじゃないの？謎だなぁ。取れるときと取れないときがほんと謎だなぁ。
ああ、なるほど。邪魔だ、邪魔、君邪魔、君邪魔。邪魔、邪魔、邪魔。もうちょい、もうちょい、そう。よし。これが、もしかして森の番人？なんじゃない？しましまキノコにならないね。じゃあ、奥行こう。キャラクターかわいいね。君のイケイケ度をチェックしよう。君のイケイケ度はいい感じ。参加を許可する。いいの？靴下片方だけどいいの？ボディーガード。パーティーやってるね。やーばー。かわいすぎんか。DJ だ。パパラッチになろう。ちょっとずれてる。まあいいや。ほい。あと2つ。もうちょっといいところで撮れたかもな。ノリノリやねー。ここでダンスしてるって母さんには内緒ね。何？聞こえないよ。いいねー。こっちがいいな。ノリノリだねー。いや、いいわ。こういうのいいわ。よし、じゃあ、ちょっと待った。そこにもキノコあるね。そうだな。で、何撮ればいいんだろう。写真見せる。ちましまキノコだ。これについては永遠と語れるよ。とっても美味しくて、しましまで、こんな話をつまんないからいいよね。写真をありがとう。え？必要な材料、必要な材料って何だった？スカウトになる。綿玉ブロッカー線。やっぱ、あの辺りあるんだ。よしよし。ちょっと待って。綿玉はさ、入り口にいたよね。綿玉。これか。あれじゃん。ヨッシーアイランド、初代のやつじゃん。これに当たると酔うんだよね、ヨッシーがね。綿玉っていう名前とはまた違うだろうけど。はい。二つ目、どうでしょうか？綿玉です。綿玉見つけたのね。甘くて美味しいけど、食べ過ぎるとお腹が痛くなるよ。鉄拳済みだからわかるの。とにかく、この写真はよく撮れてるよ。ありがとう。なんかいた。テントウムシ。足あり。またいた。こんにちは。僕たちはフォトチャレンジクラブだよ。とっても楽しいフォトチャレンジを用意してるんだ。フォトチャレンジに参加してみるか。そんな最後力入れるんだね。いいね。カードにチャレンジを追加しておいたよ。頑張ってね。はい。苔だらけの岩と。何でしょう、君は。おい。いや、どうも。ちょっと助けてくれないか？実は今、ある人物の調査をしてるんだ。その人物の動きもね。目撃者からの情報によると、こんな感じの見た目らしい。
ああ、撮ってますよ。お兄さん、撮ってますよ。この人物見かけたら写真を撮って見せてくれないか？待ってください。もう、そんなの、前回撮りましたから。あれ、どこ行ったっけ？うん、あれ？あったあった。これでどうです？やつはオークビルにもいたのか。ありがとうよ。はい。地球本部に報告しなくては。はあ。怪しい動きね。あ、ちょっと待って。アリさん。いいね。これが上行くと、あ、通れない。おい、この丸太を動かすの手伝ってくれないか？いいよ。あははは。は、意気込みは気に入ったが、その筋肉じゃ無理だろう。俺の弟3匹探してくれ。あいつらは力持ちだぞ。あいつらはアイスがないからな。カメラでじっと見つめるといい。わかった。いやー、じゃあ、見つけに行きますか。ちょっと待って、そうなったらさ、ボーイスカートあとどこいんの？森の奥かな、まあ、とりあえず。まず君。あ、動かしてもダメなんだ。何見てんだよ、お兄さんを助けて。兄ちゃんが？わかったよ。まったくもう。素直だね。用事があれば素直なんだね。ああ、偉いな。あとは、これ、小さな兵士さんってさ、まさかと思ったけど、これ？いや、関係ないんか。これ？あ、持ってた、アリだ。わ、本当にとっても小さな兵士たちだね。兵隊アリっていうもね。わ、お見事。チャレンジを達成したよ。ねえ、君にはカメラの才能がありそうだね。そんな君ならこれを使いこなせると思うんだ。あ、三脚だ。ああ、じゃあ、フォトチャレンジクラブをするとこういうのが手に入るんだ。備品関連がね。ああ。クイックメニュー、アイテム、クイックメニュー。ああ、まあ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 。あれ？気のせいだっけ？こんなとこいなかったっけ？いや、いた気がする。いや、いたいた。もう、一瞬葉っぱかと思ってしまった。見えるなら他の人にしてくれないか？お兄さんを助けて。兄ちゃんが助けよう。すぐに駆けつけよう。チュ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 って言ってる。ちなみに、フォトチャレンジは？ああ、もう達成したらいいんだ。ええー。おの。ねえ、あと一人だなぁ。はい。おぉ、コキダ焼きの岩だ。他にも見せたいものは？これ、ダメ。うん。間違いなく斧だね。これ、ダメ。あ、いや、合ってた。おー、松の木だね。まあ、お見事。チャレンジを達成したよ。いえい。もう、いけるんだけどね。どこまでやり込むかだよな。森の名人。おい、この丸太を動かすには3匹の弟を見つけてくれ。ヒント、1番目の弟はスカウトキャンプいた。縄の結び方、
嘘、いた？縄の結び方。スカートキャンプってここだよね。いた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 。待って、全然縄の教えてないじゃん、弟さん。何見てんだよってお兄さんを助けて。兄ちゃんが呼んでるって。どの兄ちゃんなんだよ一番下かな。いや、あの兄ちゃんだろうな。行ってくる。そんな、何見てんだよって、そんな大声ではなくてもね、いいと思うんだよな。そうそう、これでどうだいお兄ちゃん。おい、見事だよ君。弟たちが集まったから早速体動かそう。ポチッとな。みんな準備はいいか？おせー。え、そんな感じ？おせーっていうか吹き飛んでたけど。おい、助かったよ。俺たち力は強いけど短気なんだ。間が大きな確信につながるってことを忘れるなよ。もう言っていいぞ。はい。あとせっかくだから記念に。いや、いい兄弟さんだったね。はい。じゃあ今回ここまでしたいと思います。まあ次回もっと奥に行って、まあ次回望遠台とかお化けさんの解決とか手伝えるといいなぁと思います。ということでご視聴の方ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価もお願いします。ではまた次回です。バイバーイ。